基本的にはニュートラルなんですよ、はい、あの学校統合はね、いいとも悪いともなかなかこれはもうあのそれぞれの地域地域の問題だから、うん、なかなかね言えない。でこう子供と親とまた地域住民と意見が違ったりもするし、うん、なかなか断定的なことは言えないですね。しかしあの、まあ、大阪の維新のやり方っていうのはマジョリティ その支持を得たものは総意であるっていう、あの少数者の立場を尊重するっていうのが本来の民主主義だと思うんだけど、それがあの決定的に欠落しているのが安倍菅政治もそうですけど、維新政治もそうだと思いますよ。もう選挙で勝ったら何してもいいっていうね、あれもこの条例だって、まあ、それは市議会の多数をその占めてるからそうなっちゃうんだろうけど、だから多数を握っているのは俺たちだっていうんで、その多数を握っていればあの少数の意見は無視してもいいような考え方がありますからね。そこがあのそれはもうこの学校統廃合に限らずいろんな面でそういう手法が見えてる気がしますけどね。小中一貫制度っていうのはあの結果的にあの市町村によって学校統廃合の口実に使われてるっていうのは事実だと思いますよ。これも典型的な例だと思うけども、うん、でももともと小中一貫っていうのはあのそういう意図ではなくて、あの小学校と中学校の教育の連携協力をもっと密にしようと、うん、あの中学校の先生小学校のこと知らないし、小学校の先生中学校のこと知らないってことがもうどこでもあるわけですね。中学校1年生で不登校が激増するわけですね、なんでそうなるんだと。小学校ってあの学級担任が全てあ の教科を教えるという建前で、教師とその児童との距離が近いですよね。ところが中学校に行った途端にその教科ごとに学級担任とはいるけど常時こう接してるわけではなくて、小学校と小学校の文化があまりにも違って中学校1年生の時に学校に来られなくなる子が激増するわけですね。小中一貫っていうのは小と中の連携を、まあ、究極的にあの強めたあの学校の形なんだけども、本来あの分かれている別々の小学校と中学校ももっとお互い知らなきゃいけないと、連携しなきゃいけないっていうことは、うん、事実なんですよね。だから小中の連携を進めましょうという政策の中の一環として小中一貫校っていう、まあ、あの仕組みもあっていいじゃないかということで作られたんだけど、まあもともとこういう都会の場合はあの小中一貫にする必然性そんなにないんですよ。離島とかね、あの僻地っていうのはもともとが小中一貫みたいなとこあって、まあ、あの一つの島の中で小学校一校中学校一校なんていうのはどこでもあるんだけど、小中の連携を強めるっていうので東京の三鷹市なんかがやってるのはあの小学校統合せずに残したまま小中全体をその中学校区であの一つのまとまりとして見て何々学園っていう名前つけてるんですよね。中学校と小学校をあの複数校3校とか4校とかまとめて学園って呼んで、それでその小中の連携をもっと密にしましょうと、お互い顔も知らないっていうのはおかしいでしょっていうね、これは一つの小中連携のパターンなんだけど、だから小中一貫っていうのは小と中のその連携をもっと深めようっていう意図で作られた制度ですけど、結果的にこういうふうにね学校統合の口実に使われることは非常に多いですよ。それは事実です。だけど文部科学省はそれをあの学校統合を進めるために作ったっていうわけではない。まあ、小中一貫はねうまくやればあのいいと思いますよ。その不登校が減るとかね、あとまあ、あの英語なんかは中学校の先生が小学校で教えた方がいいから、そう先生方が行ったり来たりみたいな、それにこういきなりあの、まあ、学級担任制から教科担任制にいきなりガス変わるんじゃなくて、少しずつこう教科担任制を小学校にも入れていくとか、あるいは小学校の先生も中学校へ行ってあの教えられるもの、例えば総合的な学習だとか、まあ、道徳だとかは小学校の先生が中学校へ行って教えるとかっていう、お互いのこう小と中 の先生同士の交流みたいなものがねできるといいんですけどね。まあ、60年後に子どもの数どうなってるかそんな分かんないけどね。そうなんですね。でも少なくともまあ6年後は分かるわけですよね。
で、どこでもそれは子供減るっていう見通しですから、今新しい校舎建ててもその30年後40年後にはほとんど子供いなくなるだろうっていうようなことを考えちゃうと、まとめておこうと、これもどこでも考えてる。条例がガッチガチに当てはめられたら、もう3分の1ぐらいの小学校はもうどんどん統廃合されていくっていう流れになるんですそれはもう永久にどんどん統廃合して いかないと条例違反になります。そうなんですよ。でしょうね。いやだからこんなこと条例で決めるべきじゃないと僕は思いますけどね。この数字そのものが作られたのが子どもの数増えてた時の話ですから、戦後のベビーブームの頃に、つまりこれ12から18っていうのは何のために作られた数字かっていうと、課題規模校を小さくするためのもうマンモス校がたくさんあったわけですよね、ベビーブームの頃って。今の70代の人たちが戦後学校に入ってきた頃、その時はもうどんどん子供が入ってくるので、もう1000人以上の学校なんてあちこちにあったわけですよね。それがまあだからこれ適正っていうのはどういう意味だったかっていうと、学校を小さくするために必要だって考えるんです。つまりもう30クラスとか40クラスとかあるのをその適正に小さくしましょうと、そのために作られた数字なんですよ。じゃあ昭和の30年代とかにできた感じですかね。30年代ぐらいだと思いますよ。ちゃんと学校を作りなさいってことですよね。そう、そうなんです。もともと大規模校の方が問題があってね、現実には12学級未満の学校の方が全国的に多いはずです。適正規模と言われている12学級以上の方が少ないはずですよ今は。もう半分以上は11学級以下じゃないか。つまり大阪3分の1だけどまだマシな方って言ったらですけど、そうかもしれない、そう思いますよ。なんで統合せなあかんねんみたいな議論がいろいろある中で、教育委員会とか市長とかひたすら言うのは、学校規模が小さいと子どもたちがかわいそうだと、教育環境が悪いんだということを盛んに言うわけですね。小さいと子どもたちはやはりかわいそうなんですか。程度も悩んだけど子ども同士で話し合いをしながら学ぶっていうのは確かに大事なので、一定の話し合いができる規模っていうのは欲しいわけですよね。ただね、今 ICT それこそギガスクール構想っていうのはこういうところに使うべきでね、今はもうテレビ会議システムも発達してるわけだから、バーチャルに一つの教室を作ることができるわけですよ。だから他の隣の学校の子と話し合ったりとかができるってことですか。そうそう、そういうことをやるとか、交流授業みたいなものを頻繁にやるっていう手もあるんですね。これはもうすぐ田舎の話ですけど、宮崎県の五ヶ瀬町っていう山の中の町なんだけど、小規模化した小学校が4つあるわけ。統合するとものすごく遠いから、スクールバスで1時間かかるとかってことになるんだけど、統合しなかったんです。五ヶ瀬っていうところが考えたのは、4校の小学校の生徒が定期的に1つのところに集まるわけ。4校の児童が合同で授業すると、だ全部4校集めても1クラス40人にならないわけです。その時に教師が4人いると、素晴らしいチームティーチングができるわけ。規模化してした学校を統合せずに置いておいて、で頻繁に合同授業するっていう、そういうやり方をしてるところもありますよね。1クラス10人を割ってしまうと確かにね、小さいなって感じは私もありますけどね。できないということもすごく言われるんですけど、クラス替えってやっぱり小学校とか中学校ぐらいの子どもたちにとっていろんな人間の成長を促進する面っていうのはあるんですか。私もその教育学者じゃないからなかなかいいとも悪いとも言えないですけど、クラス替えできる状況、地域とできない地域ありますからね、クラス替えは必ず必要ってことはないと思いますよ。ただ人間関係が固定化することでいじめみたいなものがなんか固定的な人間関係ができちゃうっていう、いじめる子といじめられる子の関係が固定化してしまうっていう問題は指摘はされてますけど、でもいじめの問題はいじめの問題で別途それは対応すべきであってね、別に適正規模の学校だからいじめがあっていいわけでもないし、
いじめはいじめで解決しないといけないんだけれども、その学校統廃合とかどうしても適正規模にするんだという議論の時は結構そのいじめの問題が出てきて、うん、クラス替えがないからいじめっ子から逃れられなくなるとかですねそれはちょっとそのいじめをその前提にした考え方ですよねそういう議論は本当はできないですなるほど、まあ一番小さくその1学年1学級になって減ってくると、まあ、学年あたり20人ぐらいしかいないなんていうことが起こるので、そうするともう必然的に20人学級になってるわけですよね。そうなると子どもたちの間のソーシャルディスタンスが取りやすくなる。そうなんですよね。だから20人だと今すごく少ないっていうふうに言われてるんですけど、コロナではなんか逆にちょうどいい感じに。いや、コロナになっても20人ぐらいが本当は一番いいんですよ。ただ20人学級っていうのは何十人学級っていう言葉遣いはそれを超えないっていう意味なので、40人学級っていうのは41人になったら20人と21人で分けるって話ですから、だからまあ私はまあ30人学級ぐらいのところがいいのかな。で30人を超えると16人と15人に分けるんですよね。まあ15人ぐらいはいていいんじゃないかなと思ってますけどね。学級の適正規模っていうのは、まあ、今のところだから40人ってなってるんだけど、40人は適正であるはずはないんですよ。多すぎる。まあ、文科省も学級の人数の上限は下げよう下げようとしてきたわけで、やっと35人に手をつけられたっていうところですけど、まあ少なくとも30人までは下げるべきだと思いますけどね。35人学級は今年2年生、まあこれ大阪市は大阪市で別の学級編成基準作ってるんじゃないかと思うんですけど、ちょっとそれは私も承知してないんですけども。大阪市が、1、2年生が35人で、うん、3年から6年が40人。ああ、まあ、じゃあ一番遅れてるタイプだ。一番遅れてるタイプですね。もう政令市の中でも、もう独自に35人学級すでにやってるとこあるわけですよね。ああ、そうか。私はこんなところなんか、例えば30人とか25人のモデルケースでやってみてもいいんじゃないかなと思うんですけど、全然そういう発想は全くないですね。統合すれば必ず学級は密になりますよ。だから少なくとも今やるべきじゃないんじゃないっていう、そういう言い方はできるかもしれないですね。